丈夫ですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？あ、ジョーカーさん。誰これ？セイジです。あ、セイジか。はい、お疲れ。あの、バイク事故って死んじゃったいや、俺まっすぐ後ろ走ってたんですよ。で、あの髪型の色、ジョーカーさんっぽいなって思ったらガシャーン言うて、なんか俺と同じバイク乗ってる人いる。センスいいね。はい、あ、お疲れ様です、ジョーカーさん。あ、お疲れ。どういう状況？大丈夫そう？あと寝てるんで、こいつ帰ります。ああ、もうね。あ、ジョーカーさん、おはよう。おはよう。めちゃめちゃ合うなそうな。そうね、今日俺ヘリで飛んでたらジョーカーさんと出会ったんだよちなみにさっきもまたセイジと会ったよめっちゃ合うな。めっちゃ合う今日は。おもろすぎ。いや、ちゃんとついてきてるわ。危険が諦めない限り、俺はお前の後ろを永遠に。おいおいおい、諦めろよ、おめえよ。うざすぎれ、マジで。おい、巻いたと思った、まだ来てるわ。お騒がせしてます。やべ、こうなった。いやー、ちょっとどこだろう。ここら辺から、ここら辺にいそうな気はします。どこだろうな。いるかもしれない、まだここら辺に。体験を連れてきた方がいいかも。なんか中にいる気がします。中に、この建物の中に。おいで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 。行きます行きます。どっかいそう。あ、どっかいそう。めちゃくちゃどっかいる。探して探して。うん、探した方がいい。どこだ。あ、ここかな。どっかいるんだけど、どこだろう。いいっすか。いないか。なんかいなさそうなんですけど。なさそうか。そっか。じゃあ、いなさそうなんですけど。じゃあ仕方ないなじゃあ帰る。帰るか。ちょ捕まえていいよ別に。帰れの嘘でしょ。ここまでやって帰れの。ちょ、待て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 待って、もう待って、ここまでしたんだったら捕まえてくれよ。ああ捕まっちゃった。もうそこまでやってんだから捕まえてくれよちゃんとなんでどっか行くんだ。ナイス。そしたら護送できる。あ、これ離れて逃げ。あ、やったー。ナイス。やったー。ナイス確保。ナイスだね。ナイスでしたー。ナイスよ。いい曲教えてくれてありがとうございました。うん、次はちゃんとやれよなんかあのスタえ？おい嘘だろ。お助けてくれんのか。マジかよ。大丈夫か。おいマジかよ。助けますよ。ありがとう。俺は助けるでしょ。ありがとう。チーピラありがとう。うまい。うえ。お、うま。これ追ってこれないんじゃないかな。さすがに。熱っ。ピックうますぎるか、さすがに今のは。今のはピックうますぎる。ありがとう。マジ助かった。助かったなぁ。熱。ほな、持ってきます。ありがとうございます。
最悪の場合うち入ってくださいね、これもし来たら。了解。ありがとう。ありがとう。はーい。タクシーのとこまで行くか。これいや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 、これもらって待って待って、実際捕まってたわけだから。じゃあ半分こしましょう。半分こ。半分こする。オッケー。分かった。ありがとう。じゃあワンちゃんにちょっと道示してもらおうか。ワンちゃんに道示してもらおう。じゃあ今ね。悩んでんのよ。ちょっと話聞いてくんない？悩んでんのよ。あ、聞いてくれる？ありがとう。オールインとさ、ノーリミット GBC 悩んでんだよ、今。うんうんうん。どう思う？どこに行ったらいいと思う？じゃあ、行ったらいいと思うとこだったら吠えてね。ノーリミ。あ、ノリミ。あ、ノリミ行った方がいい。え、オールインはやめた方がいい？やめた方がいいと吠えてほしい。あ、ダメなんだ。GBC は？ダメ？ GBC。ダメなんだ。やっぱノリミか、じゃあ。あ、ノリミなんだ。やっぱノリミ。てか、お前、首輪の色。あ、ちょっとオレンジっぽいなと思って、黄色か。え、実際さ、ぶっちゃけ、その今悩んでんだけどさ、もうちょっとやっぱ悩んだ方がいいと思う。お前もそう思う？やっぱそれは。あー、やっぱそう思う。めっちゃ覚えてる。あ、そうね。うん。めちゃくちゃ吠えるってことはやっぱもうちょっと悩めっていうことね。わかった。死ぬほど吠えるね、そこだけ。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ参考になったわ。ありがとうね。ありがとうな。ちょ、最後にもう一回聞いてもいい？ノーリミだったら、あ、もうノーリミね。オッケー、わかった。ありがとう。お前はノーリミに行けってことね、一応。悩んだ末ね。わかった。じゃあ行くわ。やばすぎ！あぶね、丸んか？おい、ふさぎやがって。またオレンジ？おい。こじつけ感はあるけど、まあオレンジではあったね、また。まあなんか運命ではあるな。ちょっと待って、なんかこれ嫌な予感がする。嫌な予感がするぞ。ちょっと待って。違うね、さすがに。ジョーカーさん、お疲れ様です。 あ、お疲れ様です。本当だよな。うん、これか。あ、お疲れ様です。お、ジョン、お疲れっす。お疲れ様です。お、ジョン55万。おお、お前悪くない、ね、57万ですからね。マウント取るんですよ、場所って。いやいやいや、もう自分より高ければね。じゃあ失礼します。え、いいですか。なんか変な感じになっちゃったじゃん、はい。ジョーカーさん何してんすか今。え、今半グレやってますよ、半グレ。マジで？はい。毎日コンビニとね、銀行とファームですよ、リサセン。今日いくら稼いだ？今日1億2000万ぐらい。うん、めっちゃ稼いでるやん。うん。リサセンもずっといたもんね。ちゃんと半グレだ。すごい。偉っ。頑張ってね。ちょっとそのなんか可愛らしい声で言うのやめてくれ、ちょっと来るからいろいろ。なんだこいつ、こいつやばい。マジで、あのさ、え、エモさとかいろいろも含めた頑張ってねだったんだけど、そう、これここにも貼られてる。お前やばいって、お前本当にジョーカー怖いわ、お前。いや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 、ちょっと半グレになってても、ちょっと吹っ切れたことがあるかも、いろいろと。あ、そういう意味で気持ち的にね、うん、そうそうそう、そういう意味でね、うん、あ、なるほどね。ストッパー外れちゃった、いろいろ。うん、まあいいよ、もう楽しく生きていられるのなら戻ってこれた。ちょっと引いてるやん、ごめん、なんかごめんごめんごめん、ちょっとそういう空気しちゃった、ごめんごめん。あの、うちの上を越えられるとね。ああ、なるほどね。うん、そうそう、びっくりしただけで。いや、まあでもね、
なんか、エモ組になった自然と。ここ俺ね、別にレニアは見えたから降りなかったしな。そうそう、エモ組。ああ、確かにね、もともとって考えたらね。見てますか、勝負さん。見てます。どうする？写真撮る？いらんわ。いらんわ、いらんわ。いらんわ。いらねえよ。見てますか、勝負さん。今も仕事しながら見てるかもしれないからな、勝負。確かに。見てますか、勝負さん。ナスマジで撮ろうとしてんの？ずっと後ろ来て、うちのせる。待ってね、待ってね、はい。中指なんだ。中指立てんなよ。あ、ごめんごめん、一本足りんか。それうち式のデリア式ピースだから、それ。あ、じゃあこうしよっか。デリア式ピース中指立てんの終わってんな、お前。オッケー、取れましたと。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ね、ちょっとちゃんとエモい。別にレリアいた頃いなかったしな、別に。いや、そうなんだよ。エモ。かぶってない、エモ。エモ。ちゃんとエモい。ちゃんとエモい。エモかった。変化してる。ギャング立ち上げんの？いや、まあ、立ち上げはしないかな。まあ、なんかちょっとまあ、うん。まあ、どっか、多分、まあ入れるなら入る流れになるんじゃないかな、とりあえず。ああ、うん、まあ流れか一旦。まあそうだね、身を任せてるとこあるね。うん、一回銀行に行ってた。いや、まあでも一人、なんか私が先に抜けて私が言うのもなんだけど、やっぱね、どっかに属してない。これ9人でいいんすよね。なんかジョーカーはそんな、なんかジョーカーっぽくない。ああ、どっかに入ってってことね。入ってる、そう、イメージが一番強いかな。ああ、まあ長かったしな、それは。あ、まあそうだね、まあそうだね。私も気づいたらなんか緑の人いるってなったから。4日目に入ってからずっとギャングしてたから、まあなんかそういうしまーし、どうしたの、の方が濃いかもね。タクシーちょっと今ね、鍛えるけど大丈夫。うん、まあ俺も違和感あるもん、ちょっと今だから。いや、俺のヘリじゃないんだよ。そうだよな、まあでも、うん、あんちゃんね、日比さんか誰かやってない今なんか。うん、はい、ごめんね。はい、なんとかなると思うな。ジョーカーがやってきた今までのこと考えたら、いい意味でね。タクシー、タクシー、みんな頑張ってまして、ありがとう。1740頑張るわ。しみるしみる。結構しみるね。何しみてるの。あ、ちょっとこれあの名前にしようと。なんかね、請求してもらったんですね。ただ一緒になんかしてた世界戦があったかもしれないからね、うちらは。ああ、まあそうね、最初の頃があったからね。スーさんさ、懐かしいな、あのサバゲやってた時が。いや、ほんと、あのエアガンでサバゲしてるじゃん、最初。いや、あのあれね、銀行に入れないとこいいじゃん。その時アンブレラもいたね。そうそうそう、外でやってたやつ、ね、みんなから請求受けたカードに銀行に入れて支払いやる。ボロボロのなんか工場地帯みたいなところでやってた。はい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 、うん、懐かしい、やってたな。その時もマジで訳分からなかったけど、世界自体が街が慣れないっていう意味で。まあね、まあね。いやー、か頑張りましたよ、精通しましたよ、私も。なんかいろいろでも聞いてたよ、いろいろ。それこそあの、な、あのこの間ちょっと前からシャンクスさんと話したけど、なんかそのエリアの話になって。なんで。うん、いや、まあもともとね、うちだったんですよみたいな話になったから。はぁ、あ、はぁはぁ、そう、それで。ええー、もともとだって今立ち上げしてるけど、あれ名前変わんないんですけど、アンブレラだったわけじゃん。それ、あの半額スペース、全額スペースに、そう、ね、6本に貼ったら、あの6本恥ずかしい。いくらあれだよ、1000円以下切り捨てたかも全然。感慨深いものあるね、あの個人犯罪すらまともにできなかった時代じゃん。そうね。本当にね。あ、スーさん、それはちょっとね。スーさん、あれなんでな、いや、1740万、何万かやこかくら、いくら1740万。あのお花花に名前をてか連絡先を教えなかったジョーカーがかっこよかった。ああ、あの時ね、あの時。あ、覚えてるよ俺。ね、うん、うわかっけーってなってた。送ります、スーさん。はい、なるほど。はい、
じゃあ次送りますよ、行きますよ、送りますよ、送りますよ。まあでもあの頃が道はね違えど、まあ暗部入って楽しめてるんだったらそれが一番良かったと思うし、いいんじゃないか、頑張って、はい、うん、はい、ありがとうございます。結果的にはまあ組織なら知事はって言い方よ、組織なんか永遠に続くものではないからね。100点だけどな、それはもう仕方ないしな、今回言い方よ、言い方、1740万です。はい、ジョーカーが幸せに暮らせるならもう何でもいいよ、うちマジで。エモ。ちなみにさ、今ミュージックでスピーカーが流れてんだけど、ちょうどいや、ちょっと狙っとらん、狙っとらんって、いや、もう本当に本当に、やっぱ、なんだろうな、ちょっと心残りがあるんだったら私は、うん、そう、ジョーカーも、猪狩も振り切って自分で行動しちゃったからね、まあ一人で行動したから、まあでも、あそこで行動しないと多分もう何も変わんないだろうなと思ったから。そうだね、うん、まあ、今あいつら向こうにいるけど、まあうまいことなんかやってると思うけど、まあ目の見てやってくれ、ね、僕に1740万請求して体の中に盗品1個入れたから売っちゃってね。あ、はい、じゃあ、まあお邪魔なし行くわ、そろそろ。あ、いやいや、そんなことないけど、うん、ありがとね、うん、頑張ってね。お疲れ様です。お疲れ様です。風邪ひくなよ。ありがとう。お疲れ様。おざんのこと頼みますね。はいよ。まさかのレリアからエモルートあると思わんかったな。そうなんだよな。俺入った時ちょっとしてからレリア抜けたんだけどね。懐かしいね。結構レリアといること多かったよ俺、もともと。ナスもそうだしね。ナスにもいろいろアイレスいる時から犯罪とかもろもろ花とかも全部俺教えたし、レイヤーに関しても教えたから懐かしいわ。なんか嬉しいね、でもこうやって言ってくれんの。まあでもアンブレラ楽しそうにやってんのはよかったよ、ほんとに。シャンドさんに伝えたけど、それは。おいおいおい、金送ってきたんだけど、嘘だろ。1,000万送ってきたんだけど、レイヤー。おい、マジかよ。ええー、て、ほんま。ええー、て。マジかよ。優しいね。1000万くれたわ。稼げるようになったのでやって。優しすぎだろ。いや、そう、もともとレリアね、小柄すらまともにできなかったので、もう、ポンコツすぎて悪い。教えてるときさ、ガチでポンコツだったのよ、ぶっちゃけもう。うん。まともにチェイスもできないし、まともに犯罪すらできない、マジポンコツだったのね、このとき。だから結構みんな、そのとこに小峰さん当たり強かったよ、ポンコツだから。うん。結構ポンだったのよ。だからそういう意味でさ、稼げるようになったっていうのを伝えたかったのかな、今。